皆さんどうも、ゆかりです。今日は、岐阜県美濃加茂市にある美濃大大器に来ています。今回の動画は、この美濃大大器の紹介です。それでは今回も、よろしくお願いします。美濃大大器は、JR 東海と長良川鉄道の駅が一つになっている駅です。長良川鉄道が JR 東海に乗り入れているわけではなく、単に駅舎が共通というだけの関係です。そのため、長良川鉄道の切符売り場は、JR 東海とは別に設置されています。長鉄美濃大大器は一面一線のホームで、すべての列車がこのホームから発車します。美濃大田発の列車は、大体が美濃市や美濃白鳥まで行き、一部は終着駅の北濃まで行きます。JR と長鉄のホームは隣り合わせになっていますが、これは過去に線路がつながっていたことの名残です。実は、平成の時代まで線路がつながっており、廃線工事の際に両路線が切り離された過去があります。線路がつながっていた頃は、長鉄が JR の一番線に入ってきていたこともあったそうです。改良工事後は完全に独立、このホームでのみ発着するようになりました。それじゃ、長鉄はこれくらいにして、一旦北口の方へ行きましょうか。美濃大大器の北側にはロータリーがあり、送迎の車やバスがやってきたりします。駅の南側よりも住宅が多いのか、ロータリー自体はこっちの方が広いですが、駐輪場やタクシー、バス乗り場は南北共通の設備になっています。駅の南北は自由通路でつながっており、歩行者はこの通路を使って線路の向こう側へと移動することができます。最近の市街地を分断しがちな駅の多くには自由通路が設置されており、駅が生活の邪魔にならないようになってますよね。さて、今度は JR のホームを見ていきましょう。今日は入場券を使ってお邪魔していきます。いつもなら列車で来るんですけど、今日は近くで用事があったので車で来てるんですよ。というわけで、お邪魔します。JR 美濃大大器は2面4線の中型の駅で、1番2番線は岐阜方面、3番4番線は高山方面の列車が発着します。大多線の列車は基本的には1番線の発着ですが、それ以外のホームに来ることもあるようです。もうすぐ特急飛騨の高山方面行きが来るらしいので、3番4番線に降ります。岐阜方面から大多線に直通する系の列車は4番線に入線するみたいですね。案内板には多治見行きしかありませんが、飛騨の大肥で高山線の列車が入ることもあります。というかそっちがメインだと思ってましたが、飛騨って別に毎時1本じゃないんですよね。だからこそ、大多線に行く列車を4番線に入線させられるんでしょう。と、飛騨が入線してきました。飛騨は高山線を走り、名古屋や大阪と飛騨、高山、富山を結ぶ特急です。3連先頭車をはじめとする変態連結を行うこともあって、結構人気のある列車です。そんな飛騨ですが、7月1日から、1日2往復が新型特急車両の HC85 系に更新されます。8月からは、もう何往復か追加されるみたいですよ。なんて話をしてたら、1番線から岐阜行きの列車が発車していきました。高山本線が全線単線なので、ここではしょっちゅう対向車の到着待ちが発生します。この飛騨は5分遅れの到着でしたが、遅延がなければ2から3本列車が止まっているところを見られます。車掌さんの交代が終わったようで、もう間もなくの発車みたいです。引き継ぎ作業がスピーディーで、遅れがあっても、全然取り戻せそうな安心感がありますね。で、飛騨を見送った後、接続待ちをしていた長鉄の車両が出発していきました。列車も見送ったので、ちょっとホームの周りを見て回りましょうか。JR 東海は、基本的に偶数量で運行するのですが、閑散区間を走る路線は、奇数量での運行も珍しくありません。1両単位で蘇生できるキハ75系とキハ85系は、奇数量で運転されてるところを結構見ますね。飛騨が10両になることもあるので、この定目も使われるには使われますが、やってくるのは2両や3両の普通列車ばかりなので、普段は長いホームに短い編成がやってくる感じになります。編成の話はこれくらいで、駅の外れに気になるものが見えますね。あの転車台は、現在は、ディーゼルカーの方向転換くらいにしか使われないやつです。その昔、
名鉄のキハ8500系が乗り入れていた時は、キハ85系があそこで方向転換してたそうです。もうほとんど使われていませんが、今もあそこを使うディーゼルカーって何なんでしょうかね。箕面大駅といえば、単線の本線が、すべてのホームにつながる廃線が有名です。かつては、長鉄とつながっていた関係で、岐阜方面からは4番線に入ることはできませんでしたが、2006年の改良工事で、岐阜方面からも4番線に入ることができるようになりました。こうやってみると、うまく分岐が置かれていて、結構気持ちいいですね。高山と立見方面は、本線が2本になりますが、やはりどちらからも4線すべてに入線できます。この両側の配線のおかげで、対比やすれ違いがスムーズになったんですね。つまり、4番線に立見行きの列車を入れられるのも、1番線に高山行きの列車を入れられるのも、全部この配線のおかげってわけです。ただ、見ての通り、大田線からは直接2番線には入れないので、こんな感じで、一度高山線と合流してから2番線に入ります。ちょっと回りくどいですが、分岐器を減らすためにはいい方法です。こんだけ分岐が連続してたら、上代編成とかきっと美しいんでしょうね。というわけで、箕面大駅の紹介でした。大田線と高山線の合流する駅ということで、それなりに発着本数が多い駅です。今回は紹介していませんが、近くにいい感じの高山線の撮影スポットや、車両基地もあるので、結構おすすめの駅です。長鉄の車両や、キハ11以外の JR 東海の機動車がたくさん見れる駅でもあるので、気になる人はぜひ行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。